ドイツ、スペインを破ったカタールワールドカップの余韻が冷めつつある中、新森保体制は早くも動き出しています。4年後の日本代表が気になっている方も多いと思いますが、一体どれほどの人が森保ジャパン発足時のメンバーを覚えているでしょうか。そこで今回は4年前に発足した森保ジャパンの初陣メンバーを当時を思い出しながら紹介していきます。カタールワールドカップメンバーと比較すると、初陣のメンバーがどれくらい4年後のワールドカップまで残るか参考になるかもしれません。森保ジャパン発足当初、初陣メンバーにはロシアワールドカップで主力を担った吉田麻也、酒井宏樹、長友佑都、柴崎岳、川島英二ら5人は次世代を試したいという理由であえて招集されませんでした。結果的に初陣メンバーの半分がカタールワールドカップメンバーに入っていますが、メンバーが固定的だったかというとそんなことはなく、実は最も多くの選手を試した4年間でした。日本人監督で多くの選手の情報を就任した段階で持っていたこともあり、初期段階である程度メンバーを選定できたということではないでしょうか。ロシアワールドカップ主力メンバーは世代交代のためとワールドカップでの疲労を考慮し戦外となっています。第二次森保ジャパンでもカタールワールドカップで先発が多かった選手は一旦外して新戦力を試す形になる可能性が高いですね。第一次森保体制でワールドカップのレギュラー勢を外した理由について森保監督は、この世界には競争があると思うので、見せられる選手、走れる選手、実力がある選手が生き残っていく。年代間の融合を図りつつ、新しい日本代表を築きたい。世代交代は必要になってくるとは思います。ただベテランの選手を招集しないということではなく、経験を積んだ彼らが持っているものを経験の浅い選手たちに伝えてもらう。と、初陣メンバー選定の狙いを説明しています。ここからの4年間も同じ考えでチームを作っていくことは間違いないでしょう。それでは初陣のメンバーを各ポジションごとに紹介していきます。ロシアワールドカップメンバーからはベテランの川島と脳震盪で離脱していた中村航輔が外れています。初陣のコスタリカ戦では J リーグ屈指のベテランゴールキーパー東口がスタメン出場しますが、それ以降は権田とシュミットがスタメンで起用されることが増えていました。結局最終的に第3ゴールキーパーにベテランの川島が復帰しています。ポジション争いで東口が負けた形ですね。初陣からの本大会メンバーまでの選考は、ベテランの選手を招集しないということではなく、経験を積んだ彼らが持っているものを経験の浅い選手たちに伝えてもらう、という森保監督の説明通りの選考だったと言えるでしょう。現在ポルトガルリーグで大活躍中の中村がもう少し早く怪我から復帰しているとゴールキーパーの序列は変わっていたかもしれません。第二次森保ジャパンの初陣では中村が入ってくるかどうか個人的には注目したいですね。またゴールキーパーに関しては若手がかなり育ってきているので、4年間で大幅な交代があり得るポジションだと思います。若手ゴールキーパーに関しては別動画でまとめているので、見てない方はぜひチェックしてみてください。4年後に一番変化があったのがこのディフェンダーのポジションです。ロシアワールドカップでフル稼働だった庄司元と吉田麻也は選考を見送り、冨安健洋を代表に初招集しています。この中からカタールワールドカップメンバーに入ったのはなんと当時19歳だった冨安ただ一人。三浦と上田は当時20代前半と比較的若く、ポテンシャルを期待されての招集でしたが、4年間生き残ることはできなかったようです。結局ディフェンダーは吉田、長友、酒井とベテラン陣がポジション争いを制して、冨安を筆頭に東京オリンピック世代が台頭してきた4年間だったと言えるでしょう。次の4年間は東京オリンピック世代が中心となっていきそうですね。当時の冨安は J2 のアビスパ福岡からベルギーリーグシントトロイデンに移籍してから半年、ベルギーリーグでデビューしてから2ヶ月というタイミングでした。このタイミングで呼んだことは結果論ですが英断でしたね。10代の冨安の招集に関して森保監督はアビスパ福岡時代の監督で元日本代表のセンターバック井原正道から情報を得ていた可能性が高いです。森保監督は現役時代アジアの壁と呼ばれた伝説のセンターバック井原氏の目を信用しての冨安初招集だったのかもしれません。長谷部誠が代表を引退したことで課題はポスト長谷部探しでした。そこで候補に上がったのが遠藤航と三沢健との2人。遠藤はドイツのデュエルキングに成長してカタールワールドカップで躍動しました。一方で海外移籍を志しながらもなかなかタイミングが合わなかった三沢はなかなか代表に定着することはできませんでした。しかし今シーズンポルトガルリーグに移籍しているので、個人的には次の4年間で三沢には巻き返してほしいですね。また現在ポルトガルの名門スポルティングで活躍中の森田秀政を大学を卒業して半年のタイミングで代表に初招集しているあたりは、森保監督のボランチを見る目が光ったのではないでしょうか。攻撃的なポジションの伊東純也、南野匠、堂安律は初陣から招集されており、彼らのポジションに関しては4年後も変化はほとんどなかったですね。伊東と南野はそれまで代表経験がほとんどなく、堂安も当時20歳で初招集されています。これが森保監督の先見の明なのか偶然なのかは誰も知り得ません。香川真司、乾隆、本田圭佑といったそれまでの代表の主力クラスを外したことの効果は、現在の3人がどうなったかを見ると明らかですね。個人的に残念だったのは、不敵な笑みが印象的なサイコパスドリブラー中島翔也が外れてしまったことです。
当初は戦術中島と言われるほどメンバーの中心として活躍していました。ぜひ調子を取り戻してもう一度代表の舞台に戻ってきてほしいです。フォワードの初期メンバーには当時川崎フロンターレで得点を量産していた小林と、身体能力の高さから期待が大きかった杉本、サンフレッチェ広島時代の教え子の浅野が選ばれていました。しかしご存知の通り、カタールワールドカップメンバーに残ったのは森保監督の愛人とも称される浅野のみです。小林と杉本に関してはカタールワールドカップのメンバー候補にも上がりませんでした。大迫と岡崎慎司はあえて外して新戦力発掘を狙いましたが、教え子浅野以外のフォワード選考は的外れだったと言わざるを得ないでしょう。では当時誰か適任の選手がいたかと考えると、なかなか思い浮かばないので、フォワード不足に苦しんだ4年間だったと言えます。第二次森保体制ではスコットランドリーグで得点を量産中の古橋亨梧の扱いに注目したいですね。結局森保ジャパンの初陣の23人のうち9人が4年後のカタールワールドカップメンバーに選ばれています。ロシアワールドカップで主力だったことで、あえて初陣のメンバーから外した吉田、酒井、長友、柴崎、川島の5人もカタールワールドカップメンバーに入っているので、チーム発足時から4年後も代表に残った選手は14人と約半数になっています。またこの初陣のメンバー23人は国内組15人、海外組8人という編成でしたが、カタールワールドカップメンバーでは26人のうち国内組が6人、海外組が20人という編成で、明らかに4年間で海外組が増えたことがわかりますね。初陣の森保ジャパンに選ばれた国内組15人のうち、カタールワールドカップメンバーに入ったのは権田、シュミット、伊藤、森田の4人。権田は一度ポルトガルリーグに移籍し、 J リーグに復帰後ワールドカップメンバーに入っており、残り3人は現在は欧州でプレーしています。初陣のメンバーの国内組15人のうち4年間 J リーグでプレーし続けた選手は9人いますが、1人もカタールワールドカップメンバーに入っていません。これらのことを踏まえると、今後日本代表で活躍したい選手は欧州でプレーすることは当たり前となっていきそうですね。 J リーグでプレーしている選手が代表で活躍している姿も見たいですが、現状では厳しいですね。ちなみにカタールワールドカップ後、森保監督は育成年代の指導者に対して、我々が大切にしていることをお伝えすると、1対1の局面で勝っていくということを忘れてはいけないということと興味深いコメントをしています。いくら戦術が大切とは言っても、結局1対1の強さが試合展開を大きく変えるため、結果的には海外組が増えていったと考えられます。日本サッカー協会反町技術委員長は、 J リーグのインテンシティを上げていただきたい、それが世界につながる第一歩になるんじゃないかという印象を持っていますとコメントしています。J リーグにおける1対1の強度の部分に課題を感じているのは間違いなく、言っている内容は元日本代表監督のハリルホジッチ氏とかなり共通しています。今後4年間で今回挙げた課題の部分がどのように変化していくか楽しみですね。いかがでしたか？森保ジャパンの初陣を見返してみると、初期段階で選んだ選手はかなり的を得ていた印象です。森保監督は当時大学生の三笘薫、上田綺世を東京オリンピック代表に積極的に招集していました。4年間外から見る側の好みとの違いはあれど、森保監督が求めるチームに必要な選手はしっかり呼んでいた印象です。第二次森保体制で次の4年間を見据えて初陣から招集してほしい選手はいますか？個人的には FC 東京の松木玖生です。ぜひ皆さんの意見も聞かせてください。それではまた。